レイ・ホートンはアイルランドの元サッカー選手。ポジションは MF。ホートンは1962年1月9日にスコットランドのグラスゴーでアイルランド系の家庭に生まれた。クラブレベルではウエストハムユナイテッド FC で選手経歴を開始し、1987年にリバプール FC へ移籍するとフットボールリーグ優勝2回、FA カップ優勝2回に貢献するなど多くの 成功を収めた。アイルランド系の出身であることから、アイルランド代表への招集を受け、1986年3月26日のウェールズ戦で代表デビューを飾った。なお、この試合は、ジャッキー・チャールトン監督就任最初の試合でもあった。チャールトンの指導の下で、UEFA 欧州選手権1988、予選を突破し、1988年夏に、 西ドイツで開催された本大会に出場。一時リーグ初戦、シュトットガルトで行われたイングランド戦では開始6分にヘディングシュートを決め1から0の勝利に貢献。第三戦でこの大会を制するオランダに敗れたが、この大会に旋風を起こした。FIFA ワールドカップにおいても、1990年の FIFA ワールドカップイタリア大会ではベスト8進出。 1994年の FIFA フフワールドカップアメリカ大会ではベスト16進出に貢献した。特にアメリカ大会一時リーグ初戦ニューヨークで行われたイタリア戦では前半11分にフランコバレージのクリアボールを拾いミドルシュートを決める活躍を見せ1から0の勝利に貢献した。その後1997年秋に行われた フィファワールドカップ、フランス大会予選プレイオフ、ベルギー戦で同国が敗退すると、この年を最後に代表から退いた。フォートンは、国際 A マッチ73試合に出場し6得点を記録した。2000年に引退後は、サッカー解説者としてアイルランド放送協会や、B スカイ B のテレビ番組に出演。またアイルランドサッカー協会のアンバサダーを務めている。 ありがとうございます。